皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ポケットモンスターバイオレットやっていきましょうか。さ、まず技マシーン落ちたんで拾いましょう。いや、ダイレキフィールドね。ここはね、何タウンだったっけ。ここ今何ジャムのいた発光シティなんだけど、さあ今回前回ここにないた東サンバエリアにいた主、先行の主ポケモン退治したので、今日はここだね。目標ピケタウン行くのを目標に今日は進めていきたいと思います。それじゃ行きましょうか。よし、じゃあでガンガン進んでいきましょうか。何この子ん、あ、ミミズ、これえ、これミミズ、あの子かな。ね、あ、ミミ、めっちゃおるな、あのミミズ、ミミズズ、そんなおるんや。おお、もうちょっと今戦いにならないんだビビった。さあとりあえず目的地、右下のマップの旗ついてる方角をめがけてガンガン進んでいきましょうか。さあ前回こんな風に大ジャンプ、ジャンプする力を得ることができたので、これミミズ、ここにおんのねミミズ埋まりすぎだろう。ここダクトリオもいる、ね、とりあえずそっちの方角に向けてまっすぐ進んでいきましょう。前回でこの、なんだろう、ミライドの大ジャンプ覚えたのでね、もうガンガンジャンプできるようになったんでね、もう最高です。あれガーディーか、ね、ここなんかね、たアイテム多分ねめっちゃ隠れてると思うんだよね。今さ、このここの横の通路とかもさ、ねえ、こういったところにアイテムがあったりとか、ないわいや、すんのかなって思ったけど、もう俺迷子やけど完全に今。今どこ行ってんの。こっちか。よし、目的地はあっちなので、ちょっとあっち行きましょうか。ちょっとぐーっとまっすぐ行きましょう。行きますか、とりあえず。あ、出た、塔がある。塔をね、あるとめっちゃいいんですよ。おお、ぶよ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 。さっき戦うか、こいつと。悲しき歌は。どうする？カカチチ行くか、カカカチチチチチカカカ。勝負しようぜ。悲しい歌は嫌いかな？私は普通かな？そうか。普通の話しやんといてもらえる？ミュージシャン、夢か。女性の方でしたね。ガタイが良かったから、ちょっとマジ、ねえ、男子かと思っちゃった一瞬。さあ勝負だ。バーサース。さあ、コートロック虫だよな。撃ち落とすか、とりあえず。歌う攻撃、ちょっとやめてもらえます、ね、そういう攻撃するの。ほんと。陰湿ポケモンですよ、あなた。さあ、おはよう、ガカチチ。さあ、数ターンかけて頑張って起きたので、撃ち落とせ。うりー、抜群じゃ。何が効くだろう、アイヘイとかしとく。鋼って効くんか、わかんない。まあ、でも、マジで陰湿ポケモンすぎる、こいつ。最悪だ。やっと起きた、おはよう。2ターンくらいで起きるね、アイスも。ドゥーン。アイヘイ強いな。アイヘイしよう。歌うなよ。歌うなよ。よかったよかった。もう、マジ歌ってきたら俺怒る。奥にハリティヤマいる。ハリティヤマ多分捕まえの大変だから捕まえんくてええか。なあ、なんかいっぱいいる。ミミズズ祭りだ、ここ。ぐるーっと戦闘中に見合わせるのいい感じ。あの塔登りたいな、早く。よし。というわけで、取れた撃破。お、なんか覚えた？火炎放射！覚える。やっと、なんかいい感じに強そうな技覚えたな。焼き尽くすよりも火炎放射、バカ強いんですよ。これで、ついに来ました。ホゲンジ、最強伝説始まります。夢がありがとう。いい経験値くれたわ。負けて悲しい、ルララルララララー。てかさ、お守り小判的なアイテムぐ早くゲットしたいんだけど、どっか落ちてないかな、お守り小判。お金がこのゲーム多分大事になってくると思うからさ、ねえ、なるべく金稼ぎはしときたいんだよね、俺的には。さ、技マシーン。お、砂嵐。結構技マシーンマシーンで作れる技マシーンも増えてきたね。まあ、クリア後になるだろうけどね、多分この各地にある技マシン収集しに行くとかも多分やんなきゃいけないね。ちょい高くね、ここ経験飴 M は初めてゲットした。んなんか今さっきあれなんだろう、あそこトラック、あれただ工事現場的ないですか、あの黄色になんだろうなと思ったけど。さあ一番上にまたいるよー。ね、ピピピピピマークス、おめえ捕まえとく、とりあえず。よー、元気ー。何匹でもええやろ、これくれ。なんかレベル上がっとんな、君。さあ、とりあえずこれくらいもサクッと、ゲットであらず。ちょっと待って、俺さ、今モンスターボール投げたところの姿、ちょっとみんなに見てほしい。モンスターボール投げる俺。ねえ。投げた！どこで投げとんねーんって。空飛んでたっていう。あ、食べた、捕まんねえ。さて、今度こそ、ゲットだぜっと。はい、これくれー。これくれ、それくれ。
よし。この塔みたいなとこには絶対いるんかな、これくれは。うわー、ぶんねえんだ、俺。ねえ。大丈夫です、これくれ。これくれはいいポケモンです。知らんけど。さあ、あのトラックのところなんかアイテムありそうだけど、俺が目指すの、あー、見えるな、あっちの方に町が。行くか、町。よし。先トラックちょっと見てこようかな。うわ、なんかめっちゃ爆走するな、爆走するな。爆走ポケモンたちよ。もうこの辺の荒野のポケモンはほぼ全部捕まえたからな。もう満足したら、やっぱトラックのところに人がいる。そして、アイテムもあります。いや、絶対あるなと思ったんだよ。アイテムは。ほら。よし、元気のかけら。そして、ここにいるね。これくれ。これくれのコイン、ありがとうございます。好き嫌い、俺、大だら。よう。あなたに勝ったら、好きな人に告白する。マジ？他人に委ねるな。萌え実。自分で判断していけ。行くぜ。ナミール、うわ、かわいい。何この子。うわ、車の上で戦ってる。そう、なに、高いところから失礼するぞって戦い方。どうかと思うよ、俺。ねえ、トラックの上から攻撃させるなんて。どうかと思う。けど、いいか。あいへいこう。アクアジェット。いや、かかちち強えんだわ、マジ。この色がかわいい。え、なんか昔さ、なんか、エクセルにいなかった君。質問がありますか、サッカーさんじゃなかったら。ダイビングだ。うざ。海にいるかな。水辺のポケモンってそんなまだ捕まえてねえから、ちょっと水タイプの子欲しいんだよな、手持ちに。ねえ、前いたけどさ、水タイプの子。外れちゃったからさ、今パーティーから。パーティーはね、誰が今、勝つか、パーティー戦争ね。まだ決まってないからね、我がチーム。さあ、カカチナイス。普通に強えんだけど、この子。この子、やばいな。割といいぞ。鋼タイプで。カカチチ、ナイス。ミミズズナ。強くね、普通に。負けたけど、ほっとしてるって。おい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 。他人に委ねるな、言ったやろ。いや、告白してこいよ。行ってこいよ。このやり方だとずっと最後の一手躊躇しちゃうわ、っていう。そうだよな。じゃ自分で決めなきゃね。先にそこのポケモンセンター行くか。ここだね、今行こうとしてるの。東3番エリアのポケモンセンター。先にこっち行っちゃおうか。ここで一旦回復したいな。意外と遠いかもしれない、これ。ハリティ山はまだ捕まえたことないんですけど、ちょっと一旦見送り。ボールがね、多分ない。モンスターボールじゃ捕まらん。めっちゃおるな、ハリティ山くん。暇なん？モンスターバトルおじさんいる？今回。ここには稲城か。よし、回復しましょう。捕まえるか、ハリテ山。うれー！よし！勝負といこうぜ。不意をついた。そう、俺、一個持ってるんですよ、皆さん。いいボール。そう。スクイックボール！食いぼよ。やっぱ、時代は。これ、買えないアイテムなんですけど。頼む。一発で捕まってくれ。一発で捕まってくれ。食いぼ。やっぱ食いぼ神。やっぱ食いぼ神。食いぼ売ってないっすか、どっかに。食いぼ売ってないっすかね。食いぼマジで神なんだけど。最高すぎる。さあ、ハリテは突っ張りポケモン。両足で地面を踏み鳴らしてパワーを貯める。ハリテ一つで10トントラックを吹き飛ばす。やばいポケモンだぜ。ハリテ山。ハリテ山なんか前より、ね、丸なったか、おめえ。でかなったな。いいことだ、いいことだ。よーし。ハリテ山。ちょっとめっちゃ囲まれてるわ。うわ、逃げよう。よし。さて、目的地、探しましょうか。ちょっとね。こっちじゃなくて、アイテム拾って、なんか金ピカのやつさ、床に落ちてるさ、落とし物アイテム。ダッシュ状態だとなんかね、拾えんことがいっぱいある。ちょっと待って。コータスって俺捕まえたことないよな、多分。ね、捕まえとこうぜ。さあ、コータス捕まえようか、モンスターボールっと。まだいたか、俺が捕まえてなかったポケモンが。ゲッツー！ナイスー！さあ、コータスゲットだぜ。良いこと、良いこと。今回もポケモン図鑑埋まっていきます。はい。ということで、コータス、石炭ポケモン。石炭がエネルギーの源。コータスの住んでる山には多くの石炭が眠っているぞっていう。ね。コータス、バイバイ。石炭に関するポケモン多いです。おいしさ、ポケモンも捕まえたことだし。とりあえず目的地目指していきましょう。もうあっちだね。よいしょ、あ、人がいる。戦うか、とりあえず。いろんなトレーナーと戦って強くなっていこう。誰だ君は。計算によると君が声をかけてくる確率は 100% だ。そうなん、俺のこと知ってる。ねえ、豊か。ねえ、ちょっとダンディなおじさま。おじさまおばさまのさ、
多くないですか。そして北だ、夜の姿ルガルガン、かっこいい、かっこいい、マジ遠吠え、勝てる俺、大丈夫ルガ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 ン、俺の方が強いわ、負ける気せんわ負ける気せんわ、強いわ、アイアイヘ強えわ。じゃあスパイスはダウンしても大丈夫です。カカチキは元から遅いです。防御と攻撃高いな、この子。防御と攻撃が、このミミズ。よし、さあストライク、どうする、ストライク、このままでよくね。なんか岩技覚えてるのがいいんだよな、なんだかんだ言って。この子岩タイプの技あんま持ってなくて、今まで困ったんだよ割と、岩に対するねえ何したらいいかみたいなやつ。スパ打ち、ね、虫だけど、虫っぽく見えるけど虫じゃありません。おらマジ強えよな。さあ地面に落ちた、落ちてきたか、おめえは落ちし者よ、落ち者です、聞きません。強いよカカチ、マジ強えけどバグってんだろ強さ。こいつレベルまで低いんだけど、やっぱ主になる時あるわほんまに。いや鋼ってタイプが強いわほんと。よーし、ゆたかくんお疲れ。うん、勝率までは計算できなかったよっていう、いいこと言うね。楽しかったよバトル、ありがとう。タイム先生の授業知ってる？数学が好きだったら楽しいよ。いや受けてるよちゃんと、俺授業割全部受けてるからね。で授業マスよ授業マス。なんかわざましい見っけた、なにこれ、えい、突進わざましいマシンマシンで作れるぞ。またマシンが多いな、マシンマシンマシンね。ディックダウン、星の砂、お金もこういうアイテム売ってね、稼いでいこう、頑張って。さあやっと着いた、ぴょんぴょん跳ねてやってきました、新しい町到着。ハイパーボールだ、やったー、やっと着いたー。ポケモン勝負してますか、俺多分終わってると思う、めっちゃ戦ってんもん今回。どうもポケモンリーグです。で8人、あ来た、豪華な商品もらった。パンチグローブ、パンチ技の威力が上がる、相手に接触しないパンチになるって強くね初めての道具やけど。でもなんか炎のパンチとかなんたらパンチまた持ってる子いないんですよね、残念ながら。ねえ残念でしたってことで。これ何、飯屋さん、あ喫茶店だ、ちょっとなんかお茶していく、渚だ。俺金余裕あるからなんか食っていこうかな今。でコーヒー飲んでこうちょっとついた休憩にね、うん、香り高いのでガバガバ飲める、ガバガバ飲むもんでもないやろ。いただきます、お待ちくださいませ。なんかあんの、あ専用のイラストはあるわけ、あるかと思ったけどあるわ、うんこれみんなに飲むの、これサンドイッチ、サンドイッチと同じ演出やで。コーヒーうまーい、これみんな、みんなで一杯ずつ飲んだんかな、やばい、うますぎるこのコーヒー、ありがとうございました、お疲れの際はまた、みんなもコーヒー飲みに行こう。俺は喫茶店でよくコーヒー飲むからうまいよな。トロッコンがいるから仕事頑張れるね、ポケモンがいるから助けてくれてるんだって。え、なんであそこにバトルフィールドあんの、ここでなんかあんのかな、ジムとかなくね、ジムねえ。ポケモン結構いるな、ここ何してんの君たち、わかるわかる、えへへってわかるおじさんだ、交換してやるか、なんだお前、ヤバちゃんが好きな骨董品コレクターだ、ヤバちゃんのかけら10個で岩付きのかけら交換してやろうか、ヤバちゃんのかけらはもっとなんぞ。ヤバちゃんってゴーストタイプのポケモンだよな、ちょまた今度な、ヤバちゃん夜になったらな。ん、タクシーおじさんだ、こんにちは、生きりんこと空の旅だ、空を飛ぶタクシー利用してるっていうね、えおいくらなんだろうなこのタクシー、俺も乗ってみて、イキリンコタクシー、黄色がいるわあそこに、黄色俺持ってねえかも、持ってたかな結構わからん。え、ここなんもなくねこの町、過疎地だ過疎地、マジ過疎地かもしれん、ここ過疎地です、過疎地ですか、そうでっちか、ようこそピケタウンにようこそ、採掘の町だよっていう、あ、採掘の町ここ。ね、あ、見て、荒野を抜けたら次、こっち、知らねえとこ来た。スターダストストリート。ここ近いね、もうすぐ。プルピケサンド。何これ、え、知らないポケモン、懐かしいな、このか、
ねえ、ロバみたいなやつ。ダメ、ちょっと、ロバみたいな子好き。そもそもこれ何この子。ドーンと。え、これさ、なんかひらひらのさ、やついたよねって話しようとしたんですけど、ちょっと強ないっすか。え、待って、これ来ちゃダメなとこだ、まだ。あかん、帰ろう、一回。帰ろう、クエストパトラみたいだ。全然聞かへん、これ鳥じゃない。鳥じゃない騒ぐ。え、めっちゃ痛いけど、今一つやけど。これはね、根性出していくしかない。ゴーストいないっけ、うちのパーティーって。やばい、いるいる、ゴーストいる、ゴーストいる、ゴーストいる。騒ぐは向こうの墓地。墓地です。え、なんだこいつのタイプ。フェアリー？いやでも、相手聞かんかったもんな。違う。鳥でもない、格闘家？騒ぐ。効果がありません。ノーマルタイプ？おとなしくなった。騒がなくなりました。どうしようこれ。絶対強いけど。とりあえず噛みついとく？ねえ、頭突きしとくかとりあえず。高速移動、もう早いの分かっとんねん。ねえ。やばいやばいやばい。めちゃめちゃバチ早まるやけど。よし。急所に当たってそれ。急所に当たってそれです。やばいです、これ。皆さん。再建構成、これ死にます。いい。え、捕まえれる気しねえけど、捕まえ狙ってみるか、一応。高速移動。ちょっとダメージちょっと与えておこう。鳥対鳥と思ったけど、鳥じゃない。あ、抜群悪が。やっつけてもうたけど。そんなー、君は誰だ、なんだった。うわ、ルガルガンとかいる。ちょ、あかん、ここ強いわ、敵。ちょ、もう一回、ちょっと参考までに、この辺にいるとポケモンもう一体ぐらい触ってみよう。ねえ、そうそう、この子、この子、この子。ねえ、ひなちゃんみたいな子いるじゃん。この子。いた！この進化がさっきのやつだよな、多分。ねえ、ひらひらの、あ、え、たっけレベル。何タイプ君は。エスパーなんだ、さっきの子も。エスパニオンか。そりゃ強えわ。捕まるかな。モンボン、モンモン、モンモン、モンモン、ボー、よっしゃい。でも言うこと聞かねえんだよな、多分このひらひらって。可愛いけど。イエーイ。ダブルウィング。あ、セレブ。セレブ。ダブルウィング。威力に、に、威力が 40×2 か。割といいな。どうする？どうする？どうするってなるけど。ついばむ忘れるか。ダブルウィング。木の実を食べられるっての好きなんだけど、ダブルウィング。やっぱロマンに行きよ、俺は。よし。ダブルウィング覚えた。うわぁ！ひなちゃん入れたい！ひらひな、フリルポケモン！荒れ地を走り回って暮らす。大好きな木の実を取られると、追いかけ回して復讐する！お前怖いな。お前は食い地だ。食い地張っとるからな。うん。食い地張ってるから、パティ入れたいな。抜く子いなーい。今のメンツみんな気に入ってる。抜く子いなーい。困った。マジでいいねー。みんな優秀なんだよ、今。ヒワンコぐらいだけど、ヒワンコ進化のロマンがあるから、また、また、待て。一旦ツレション下がるか。ツレション。はい。とりあえず、クイジーひなちゃんが、やっぱクエストパトラーなんだね、やっぱ。ね。あれに進化するの楽しみだな。もうなんか一匹ぐらい倒したら進化しそうだよな、正直言って。じゃあちょっとね、もうここ敵バカ強いので、多分もう順番がバグりましたね。何これ ?1。あ、順番がこれが俺がやった順番みたいな。一旦、戻るか、久々に。こっち行くか、そろそろ。1億年ぶりに。こっちだね。このテーブルシティの西側から抜けた方角。1億年ぶりに行ってみたいなと思います。なんか1億年ぶりと言いながら、そんな1億年ぶりじゃないんですけど。じゃあお姉さん、次の目的地どこがいいですか？おすすめは、どこ？どこそれ。それが今俺さっき行った方がいいって言ったとこなのかな。やっぱこのゲームさんもこっち行った方がいいよって言ってくれてる？あ、やっぱここだね、目指すべきとこは。まあ、とりあえずまずこの南2番エリア目指して。
俺たちは冒険してみましょうか。さて、町を出るにはどうしたらいいんだろう。え、どっから出るんこれ、町って。そこかな、なんか通路みたいであるな。行ってみようか。うわー、高い高い。あ、お店ある。ちょっと久々に道具見たい。さて、道具屋さんでーす。あー、物理技の威力が上がる。血柄の鉢巻きとか、気合の鉢巻きとか、先生の爪とかもあるけど、もう買えるようになったんでね。ちょっと持っときたいよね。とりあえず、鋭いくちばしと、物理特殊物知りメガネ。一個ずつ買っとこうかな。はい、10,000円でーす。金持ちなんでね、僕。ね、あの、バッグ買うっていう目標あったけどね、ちょっと今、別のもんから。よし、じゃあ、持たせたし、じゃあみんなで一緒に行こうか。お前、そんな風に歩くんや。あの、キモいって言ったあやけど、すげえ手を使って、張ってくるんだね。おもろい子やな。さあ、抜けていこうか、こちらへ。テーブルシティの西側から抜けた先。こっちに行くとどうなる？最初ね、なんかネモさんが言ってたよね。最初は西に行くのがおすすめだよって言ってたけど。本当かな？さあ、ピクニックガールいる。こんにちは。ピクニック！バッグに食料詰めすぎちゃった。あ、ありがとう！いろんな食材もらった。ありがとう。いいね。外で食べるサンドイッチは最高よ！ね、あ、大丈夫です。ありがとうございます。ね、でもお姉さんと一緒にピクニックしたいな。ね、かわいいお姉さんだ。久々に俺もピクニックしようかな。一回戦ってから回復がてらピクニックしてみようかな。あたしってばうっかりどうしたの？お姉さん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、食材買い忘れちゃった。え、そこにおる、もうくれたお姉さんおったけどな。君もらえへんかったん？ねえ、アミ、アミちゃん、なんか女の子のプレイヤー久々に見たな。うわ、夏、お前勝負だ、うちので、あ、レベル低い敵。ちょっとこっち弱敵、東より弱ないか、これ大丈夫か、俺のポケモン大丈夫か、これバグったかもしれん。急に弱やったな、レベルさっき30いくつかだったのに。オープンワールドの弊害出てる今。自由に行けます。じゃあ、あっちから行こう。敵強えなーって言って、頑張って行ったら、戻ってきたら、バカ強くなってる。やばい、これは。順路通りにちゃんと行った方がいい。ポケモンが楽しめなくなる、これは。危険な行為をしてるよ、今。ビッグ人形。あ、え、メリープだー、かわいい。捕まえる？ねえ。ほらー。いや、モココこれ。メリープどっち？いや。メリープだった。さあ、メリープちゃーん、ゲット。これまずいわ、ちょっと編成変えよう、ちょっと。あまりにもしんどい、これ。あまりにも敵が弱くて、弱らせることもできて。メリープ、綿毛ポケモン、体毛はどんどん伸びる。夏になると全部抜け落ちるが、1週間で元通りになるよっていう。かわいい、電流になるぞ。ねえ、これで、ね、ちょっと手持ちがっつり変えよう。ちょっと一旦休憩させよう、みんな、エースたちは。これ、ホゲンジパイセンも抜くかどうかで悩むとこだよな。今、メンツね、だいぶ昔に捕まえた子たちを入れてます。もう、なんか急にゲーム変わったな。いや、抜くか。うちの相棒も一旦休憩しとこう。引率の先生はこの子にしよう。元トカゲだけ名前変えてねえな。じゃあ、お前の名前は今ヤモリだ。ね。元トカゲ、今ヤモリ。ヤモリなん、君。ということで。はい。引率の先生は、まあ、タンブラーとかマリカーと今ヤモリを君たちに任せて、残りの子たちで楽しくポケモンしましょうか。いや、俺このね、キノコ使いたかったんだよ。キノコとマリオ使いたかったんだよ。マジで。だからちょっとね、熱いよ、今。俺のポケモン今熱くなりました。さて、そんな感じですが、進めていきましょうか。あ、出た！君は、かわいい草、ちっちゃ！何この子？ミニーブだって、ミニーブ。ねえ、硬くなる岩落とし。あ、もうなんかもう、なんか下級に、あれ、ポケモン、これパート3ぐらい、みんなポケモン。ポケモンパート3ぐらいだったけど、急になんか可愛らしい戦いだったな。マッショー行こう、マッショー。はい、マッショー。よし、ちょっと体力削って、
効かん。岩タイプだよね、塩キノコって。だから今このね、今パーティーが2軍パーティーになったわけなんだけど、2軍3軍パーティーになったわけなんだけど、この子たちが将来1軍になる可能性もあるからね、強すぎて。強い子、この子たち。じゃあそうしようみたいだ。よし、お、いいね。もちちわん噛みつく覚えた。いいね、噛みつくは大事。マジで急に変わったな、おもろいな。いや、今回のオープンワールドならではの楽しみ方できるわ、これ。で、いろんなポケモン使えるっていう。そうやっていこう。さて、ゲットしました。ミニーブ、オリーブポケモン。栄養をオイルにして頭の身に蓄える。飲まず食わずでも1週間はへっちゃらだぞっていう。で、あって、あってなった、今。はい、とりあえずミニーブ仲間になりました。うわー、でも手持ち加えてー、ミニーブもレベル20組ちょっと下げるか。タンブラー外すか。ミニーブちゃん入れよ、可愛いし。可愛い子は正義。ねえ、草やもんな、君も。多分10人ぐらい俺と同じ名前だと思う。もこみちよろしくな。よーし、さあ町というか1個目の拠点が見えてきましたね。やっぱね、入り口変わって行くだけでもね、そのいるポケモンがちょっと変わってたりとかしておもろいなって思います。最高です、ポケモンおもろいです。皆さんジャンプ力高いんでどこでも行きますね。え、よし、さあとりあえず到着しました。ヒマナッツだ、ヒマナッツ。もうヒマナッツもう大好きやろ、みんなも。あ、捕まえてたわ。ほんま俺ごめん、実は好きじゃないかもしれん、忘れとったわ。ねえ、おかしいな、捕まえてないと思ったんやけどな。ねえ、さあ目的地ようやく到着しました。う、じゃこれはなんか新しいポケモンいないかな。さあとりあえず次の町行こうと思うんですけど、あ、これ犬ヌワン、犬ヌワンじゃねえ、ねえ、もちちわんだ俺と。ねえ、もう名前はわからん。さあとりあえず次の目的地、皆様、ここ中間地点やってきたので、次ここですね、セルクルタウン目指して歩いていきましょうか。あっちですね、道は。セルクルタウン、まあ、道中特にね問題なく、敵もあんま強くないし、そしてね、おー、星ガリスって俺捕まえたっけな。うん、敵もあんま強くないし、結構捕まえたことあるポケモンばっかですのでね、そんな感じで行こうと思います。捕まえてた。よし、さあガッと行くか。ヒュー、ヤングースじゃない、何あいつ、え、これ何この子、君誰、君ヤングースと進化系。これ誰この子。何このワンちゃん、この子いたっけ。で、オラチフって何、オラチフ知らない子が出てきた。やばい、俺結構このゲーム知らんかもしれん。いたこの子、新ポケだよな。そう、オラチフ落とせ。だから犬系のポケモン多くない、今回。犬系のポケモンっていうのなんかめっちゃいるよな、びっくりするぐらい。なんでこんなおるんやろ。よし、とりあえず捕まえましょうか、ワンちゃん。ドゥル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 ッ、オッケー、ナイス。さあオラチーフ、マジ初めて見るポケモンです。はい、あ、みんなレベルアップ、ナイス。はい、さあオラジフ、若造ポケモンで、発達した顎と牙は岩を噛み砕く力強さ、熱い脂肪は、で、防御力抜群だ。これがあのペパーの持ってたあの子のポケモンかな。ねえ、お前の名前はガブリウスだ、強そうやろ。ガブガブガブリウスで、なんか似たようなポケモンしてるな。かっこいいから入れようかな。レベル20高いよな、マリカー抜くか一回。うい、ということでオラチーフ登場です。さて、なんだかんだいて、で、道中で、そんな初めてのポケモンいねえだろと思いながら来たけど、めっちゃいました。さあとりあえず行くか。で、もうすぐですね、町は。スターダンテ、お兄さんだ、君アカデミーの生徒さん、スターダンしてる。あいつをぶっ潰しに来た俺は。君は誰だい、配達員か。ね、筋肉隆々、胸板熱いね、コダック。さあ今回は俺出すのはもちちわん、かわいい。いや、マジでかわいいよな、もちちわん、マジでかわいい。よし、さて
噛みつくだ、いけ、ガブガブ。結構敵の方がスパイス早いな、さっきからやばーい。もうやばい、やべ、勝てん、レベル高ない。え、なんか急に強いあったな、俺低いから楽勝だと思ったのに。わか、もう先生お願いします。先生お願いします。ドラゴンタイプの意地見せてください。いや、ドラゴンなんですよこの子って。今ヤモリねえ、元トカゲの今ヤモリ、ドラゴンってやばずるだろ、この序盤から出てくるって。序盤って氷とか全然いないからさ、マジでズルなんだよね、全てがズルなんだよね。ワイドブレーカー、ほらもう強すぎるもん、どう考えても。引率の先生いてよかった、ちょっとみんなレベル上げよう、引率の先生のパワーで。泥バンコってさっきのさ、レベル30何個のとこで出てきたこの子だよ。こいつ、この子好き。まあ、でも地面なんでとりあえず気にせず、ワイドブレーカー、もうワイドブレーカーこすってるだけで全部やっつけれそうで、攻撃力下がるし、これ強くね。ワイドブレーカー、なんか食べたで、ね、飯うまいか。え、このトレーナー急に強えけど、なんだ、地ならし、いや、しかも素早さ下げてくるっていやらしいことしてくるわね、あなた。いやーね、ほら、よし、さあ2体目撃破、あと1体。奥に塔見えてるな、あのすっげえ奥に、あの塔もいつか行かなきゃね。さあみんなレベルアップ、葉っぱカット、いいね、葉っぱカッターで、甘い香り忘れよう。よし、もこみち頑張れよな、ほんと俺と一緒に。さあオラチフ、オラチフじゃん、やろうな。ガブリウスだ、うちの首ちょっとかしげてるところが可愛いよな。ちょっと、首かしげてるところがいいね。ちょっとオラついてる感じがいいわ。あ、オラついてるのがオラチ、あ、オラついてるからオラのオラチフなんだな、君は。すべて謎は解けた。よし、というわけでいきはう、電光石火もタイプ1で打てるの強くね、普通に。 OK、 竜兵強かったわ君。スターダーのこと考えたら負けてたよ。なんでスターダーのこと考えてたん、なんか因縁あるん、話聞こうか。スターダーもアジトを作って一体を占拠してる。そうだね、なんであんな占拠してんだろうな。うん、ホシガリスとかもうこの子捕まえた。さあ冒険ようやくね、佳境にやってきたね。手持ちのポケモンがほぼ全てまるっと変わってやってきたのは新しい町。ここではどんな出会いがあるのかと思ったら、ちょっと待って、またか君、ね、プリンいる奥で寝てる、めっちゃ奥に、めっちゃ可愛いプリン。でもちょっと一回戦おう、君とルンルンルンって。どうしたね、パティスリームクロジのケーキで変えてご機嫌なので勝負ってね、パティシエさんですね、勝負だ、えいた、すごい笑顔だ。さてゴマゾーン大丈夫か、もちちわん頑張ろう。いや、もちちわんやられちゃうかもしれん、これもちもちすぎてやられる。あ、急にレベル下がったな。1個前で配達員だけレベル高かったな、微妙にね、ひるんで技が出せない、最高すぎるねこれ。よし、これで襲いかかろう、もちちわん、もちもちアタックや、ひるめ、泣き声。攻撃力下げてくる遅延行為ですねこれ、皆さん遅延行為されました、これ許せません。噛みつけ、ほら残ったや、体力、体当たり痛い。よーし、俺も体当たりしたろ、というわけで処理。プリンは昔テラスタルプリンだっけ、捕まえた気がするから、多分捕まえたことあります。みんなレベルアップおめでとう。すり替えはいいかなね、そんな泥棒行為やめてほしい。ケーキがあるから負けてもご機嫌、なんかうまいもんあるといいな。俺もケーキ食いて、和菓子食いて、和菓子、どら焼き食いて。パティスリーはムクロジ店長ね、カイジさんは最高のパティシエだよ。ジムリーダーはコックさんなんだ、めっちゃ良いじゃん。さあ目的地やっと着きました、新しい町よ、ポケモンリーグでーす。3人、あーあと2人か、また探すかこれ。うわー、ちょっと新しい街、ヘラちゃんいるじゃんそこに。さあとりあえず今回ここまでにしとこうか。さて、なんとか新しい街にやってきました。ここの街ではどんな冒険が
俺たちを待ってるのがセルクルタウンで、今回新しい町2個も見つけましたね。鉱山の町、そしてここで、次回はここのジムリーダー挑戦してボッコボコにしたいと思いますね。新しいメンツ頑張ろうな。はい、それでは、チャンネル登録してくださいチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。これお辞儀また次の動画でお会いしましょう。あつぱよ。